京都は左サイドから攻めていって、この下畑のクロス、そしてレンドロペスのシュート、ポストを叩きました。一歩京都のやりたい形ですよね、サイドハーフが溜めてサイドバックを走らせてセンターフォワードがヘディング、これは水戸は肝を冷やしたシーンでした。そして62分水戸、最終ライン細川からの長いボール、これを動かが落として最後シュート、伊藤真希とのシュートでした。勝敗を分けるようなビッグセーブですよね、そして73分水戸、小島が仕掛けていきま す、ね、そして今度は田中圭太が流して佐藤翔の右足、難しいショットだと思います、はいはい、枠飛んでてもなかなかキーパーの守備範囲を超えられない形だと思いますね。ディフェンダーも来てますし、はい、そしてこの後です、ここでちょっと引っかかった形になって、これはちょっと急ですね、はい、下畑が田中圭太倒して PK、 イエローカードも出ました。改めてこちらの角度を出すとよりお分かりいただけるかと思いますが、そうですね、中に入ったところで倒したということですね、はい、そして PK キッカー岸本健、強いボールをしっかり叩き込んで水戸が先制します。ただこの後京都は落ちませんでした。80分コーナーキックからのこのセカンド重弘のシュート、90分です。さらにクーリを潰れて岩崎が、はい、で小山松からこぼれを重弘ですね。まあ対戦記のゴールでしたが、改めてなんですが、かなりこの時間帯ゴール前にも人数かけてましたからね、はい、勝ちたいってところは最後出してきましたよね京都は、はい、よくこのセカンドに反応した重弘、